小室南京付近神崎川の二重川橋より上流方、神崎川に合流する二重川二重川は、千葉県の北総地域を流れる、利根川水系神崎川支流の一級河川。鎌ケ谷市中南部、丸山付近に源を発し投流する。貯留地が数多く整備されているが、源流部は大部分に蓋がされており、道路脇の歩道として使われている。イグザ付近より、 地上に出て、すぐに、船橋市に入る。地境より、下流は、ほぼ全区間に渡り河川敷が整備されている。高野台を過ぎると、白石との境界を流れ、橋戸橋付近で、志田田川富が、沢橋付近で富が沢川を合わせる。北総線を越え、方梅川を合わせると、水田地帯に変わり、神崎川に流入する。鎌ヶ谷市、船橋市境より、 下流の 6.41km が一級河川に指定されている。普通河川区間では二重川という故障は使用されず、イグサ水路と呼ばれる。上流部のイグサ付近より、下流側では道路の冠水対策として、1998年度末までに船橋市が主体となり、白井町、鎌ヶ谷市も費用負担をして、河川改修の用地買収を行った。 その上で2007年度末までに、富が沢橋より上流の2290メートルにわたって雨水整備をし、1時間あたり50ミリメートル以上の降雨に対応できるようになった。一方、富が沢橋より下流は企業庁が整備を行っており、2005年度末に完了した。河川改修事業はいずれも河川幅の拡幅による、 多自然型広報である。参考、水質モニタリング調査結果一覧。ありがとうございます。